簡単にソルバーの、特徴についてお話しした後に、実際の作業に移っていただきたいと思っています。今ナイス3っていうソルバーは清水先生が開発されてて、今何人かで、更新している、ソルバーです。で本日の内容なんですけども、まず最初に計算モデルの概要と、設定項目や適用事例などを簡単に紹介させていただきます。でその後に演習1と2ということで、単純な降水量における過剰変動計算、これは昨日の最後の方にやったのと同じような計算を、ナイス3の方でやりながら、基本的な動作を、マスターするというのを目的にしています。で演習2の方は、実際の河川で、昨日のデータっていうのは DM データが基本的だったんですけども、今回横断測量のデータをそのまま、使って計算するというような、作業になります。それで最初に私の方で、ざっとこういうような操作をというのを、やりますので、その後に皆さんの方で、実際にやっていただくというような形にしようかなと思っています。でまず NICE2D の、概要のそうなんですけども、計算モデルなんですが、まず河川における、平面的な、流れ、過剰変動の解析ソルバーになります。で、非定量の平面二次元のモデルで、流れの計算を行って、一般代表、ファーストネックの方は SN 代表なんですけども、NICE2D は一般代表を使ってまして、使ってます。で、乱流モデルなども入っています。それから過剰変動解析モデルなんですが、総流差と浮遊差の計算ができます。混合流形の計算や、斜面崩落ですとか、固定床の計算が入っています。それから、一つの特徴としましては、河岸侵食というモデルが入っています。で境界計算格子の横の境界が動くような計算というのが可能になっています。それから、あと合流点の計算ができる。昨日、リッチの方から説明がありましたけれども、リバー 2D だとかなり、柔軟に合流点が計算できると思うんですけども、過剰変動の計算ではできないので、過剰変動する場合ですと、NICE 2D 使っていただければと思っています。実際の式は、このようになってまして、一般的な線性流方程式です。連続式と、運動方程式です。モデルの中には、直線項ですとか、ラーメンカプさんとか入ってます。で、食性向については、まず底面の摩擦なんですけど、これはマニングで、設定して、このマニングの付属ケースを使って、速度を設定します。それから食性の効力っていうのについては、食性の密精度を使って設定します。で、この図に示すように、このある面積に、どれだけ食性が入っているかっていうような。こういうふうにモデル化しまして、何本入っているかというのと、直径がどれぐらいかというのから直線の密接度というものに計算して、これを計算に与えることになります。続いて乱流拡散法なんですけど、一般代表で直行シェルというのを仮定して、シンプルにモデル化されています。で3つモデルを選びまして、ゼロ固定式モデルというのと、キープシロモデルで、一定のモデルというのがあるんですが、基本的にゼロ固定式モデルを使っていただければいいかなというふうに思っています。例えば事例ですけれども、潜水格子なんていうのがありまして、橋脚みたいな各種ですねの背後にこう、二次元なんで乱流を正確に捉えるとちょっと難しいんですけども、このような定量の計算ができます。それから微流光の差分方法というのが2つ選べるようになっていまして、CIP 方というのと一次風上差分で、計算することができます。CIP 方というのは、当然精度が高くて、これは基本的に使っていただきたいんですけども、どうしても不安定な時は、風上差分で対応していただければと思います。ただこの図が、カルマノジの計算例なんですけども、このように振動するような、があったとしても、風上サーブに使ってしまうとちょっとなまってしまって。